パセリの虐殺は1937年10月にドミニカ共和国北西部の千葉を地域などで発生したドミニカ共和国陸軍によるハイチ人の虐殺事件である。パセリの虐殺は本事件においてハイチ人を区別するためのシボレれスとしてスペイン語のパセリの発音を利用したとされることによる。陸軍兵士はパセリの枝を持ち、これは何であるかと人々に質問を行い、 R の発音を優勢郊外水摩擦音か優勢、軟郊外摩擦音としたもの、ドミニカ共和国で使用される言語である、スペイン語の歯茎弾き音がスペイン語らしく、発音できないものをハイチ人とみなして、殺害したとされることからこの名がついたと言われる。しかしこれはあくまで個人の証言によるものであり、実際にこのような行為が行われたかを疑問視するものも存在する。 この他にもスペイン語で、エルコーテ、ハイチ語で、コートコート A などの故障が存在する。ドミニカ共和国とハイチの位置関係。右側はドミニカ共和国、左側はハイチを示している。また国境線は現在のものであることに注意。ドミニカ共和国とハイチの関係は長年にわたって緊張関係にあったとされる。ハイチでは人口が増加したため、 必然的に豊かではない土地に多くの人々が居住することとなった。イスパニョーラ島に存在するこの2国家間で1910年からの20年間で大量にドミニカ共和国への移民が行われたとされており、キューバへ移民することと比較して容易なことから同年間でハイチからキューバに移民した人数である20万人を超えた人数がドミニカ共和国へ移住したと考えられている。 また、二国間の国境警備は厳重なものとは言えず、密輸品が容易に両国間を移動したほか、ハイチの武装グループが規制や摘発を逃れるために、ドミニカ共和国を根拠地とすることも存在したとされる。殺害された人々の遺体当時ドミニカ共和国の大統領であったラファエル・トルヒーヨは反ハイチ人主義を明確にしており、ハイチ人は、 ドミニカ共和国の発展にとっての重荷であるとみなしていたとされる。1937年10月2日にダハボンにて行われた短いスピーチにおいて彼は以下のように述べた。私は数ヶ月間国境を旅し住民の様子を見聞きし調査しました。彼らはハイチ人による牛、食料、果物などの盗難に不満を持ち、 彼らの労働の成果を平和にに享受することが妨げられているドミニカ人に対して私はこれを解決すると答えました。そしてこの解決はすでに進んでおり、バニカにおいてはすでに300人が亡くなっている。この救済は続くであろう。ラファエル・トルヒーオ・ターティスより、このように彼はドミニカ人からの配置人による説盗被害によって行動を起こしたとされ、 ドミニカ共和国陸軍に向けて直接命令を起こした。これによって約2万人がその犠牲となったと考えられているが、正確な犠牲者数は計測不能であるとも考えられている。これは陸軍が公共の場に配置人を集めた上で一斉に殺害したため、その地域における生存者が全くいないか極めて少ない状況であることや、 多くの遺体が川に流されたか、酸性の地中に埋められたため、第三者による発掘が極めて難しい状況にあることが考えられる。この殺害はスピーチを行った1937年10月2日から10月8日にかけて地域外から派遣されてきた陸軍兵士によって行われたとされている。 トルヒーヨはドミニカ共和国北西部に居住するすべてのハイチ人を殺害するように命令を下し、ライフルナタスコップナイフ、銃剣などを使用しハイチ人を殺害した。特に子供は銃剣に刺された上で、母親の遺体の上に投げられたという証言が存在する。ハイチ人の中でもアルティボニット川などを渡り母国に逃げ帰った人々は、家族がナタで兵士に殴られたり、 首を締められたり、子供たちが岩や木に叩きつけられたりしていたという証言を残した。また、地域外から派遣された陸軍兵士は、殺害に対して積極的ではなく、アメリカ合衆国公使館の情報提供者は、このような殺戮を行うためには、兵士が盲目的で酔っ払っていなければならない。と述べたとされる。ダービーは、殺害された人々の大半は、 ドミニカ共和国で生まれ、国境地帯のハイチ人コミュニティに属していたと主張している。しかし殺害された人々の身元の多くは不明であり、公的記録が存在しない可能性を考慮すると、検証は不可能であることや、ハイチは血統主義であったが、ドミニカ共和国は当時厳格な出生地主義であった上、不法移民を除外していたことなどを勘案する必要が、 あるという指摘も存在する。民衆によって自主的に行われた行為であったと政府は見せかけようとしたと言われている。しかしその努力にもかかわらずアメリカ合衆国によって作成された資料には遺体からはライフル銃弾が発見された。この銃弾はドミニカ共和国内では軍隊のみが入手可能なものであると記録されていた。 ハイチのステニオ・ヴィンセント大統領とアメリカ合衆国のフランクリン・ルーズベルト大統領は合同で計75万アメリカ合衆国ドルの賠償金を要求しドミニカ共和国はそのうちの52万5000ドルを支払った犠牲者1人当たり30ドルほど受け取る予定であったがドミニカ共和国内の汚職によって平均して30ドルの1万5000分の 一である二千とほどのみが支払われたと考えられている。トルヒーヨは、この虐殺後国境地帯の開発を推進し、病院や学校、住宅などが建設された上、都市部と結びつけるための高速道路を整備した。反対に1937年以降ハイチ人の入国はより制限され、多くのハイチ人が国境地帯のハイチ側において、マラリアやインフルエンザに罹患し死亡したと、 考えられている。ありがとうございます。